これってソードアートオンライン。今後ゲームにおいてあらゆる蘇生手段は機能しない。ヒットポイントがゼロになった瞬間、諸君らのアバターは永久に消滅し、諸君らの脳はナーブギアによって破壊される。何なのこれ、全然わからない。ゲームから出られないなんて、そんなことがありえるの？本当に生死に関わる極限状態では自分が生き残るためにどんな行動だって取るだろう。でもそんな状況で現れるのが人間の本性だとは限らない。俺と組まないか？キレット、これがあなたの名前？すぐに街を出よう。このゲームを一刻も早くクリアするために私たちは強くならなくちゃいけない。ベータテスターかどうかは問題じゃない。彼女がどんな人間なのか、それは君が知ってるはずだ。スイッチ！このゲームをクリアするんでしょ？まだボスは倒れてない。一緒に生き残ろう。たとえ怪物に負けて死んでも、このゲーム、この世界には負けたくない。